愛媛県は豊富な森林資源を背景に、大小約100社の製材工場があり、木材の需要量は平成30年度で77万5000立方ですが、素材生産量は52万3000立方というミスマッチが起きています。さらにウッドショックが追い打ちをかけ、主要な製材工場が増産体制に移行した一方、山側では担い手不足等により、原木の増産が図れず、需給のミスマッチに拍車がかかりました。こうした状況の中、愛媛県では、県産材の増産のための一方策として、ドローンレーザー計測等を活用した木材増産システムを県単独事業により開発。そこで得られた情報で、新たな森林経営管理制度の推進を図るなど、作業の集約化に資することとしています。愛媛県林座業振興会議では、こうして得られる情報等を利用して、生産現場、原木市場、製材工場等を ICT で結ぶプラットフォームをクラウド上に構築し、リアルタイムで原木の生産、在庫、出荷情報の共有と管理を行うことで、川下の要望に即応できる体制づくりを目指すことにしました。愛媛県の木材流通の特徴として、原木市場の発達があります。県内には現在、愛媛県森林関係が毛糸も含め9市場、民間が4市場あります。県内の製材工場の多くは中小の工場で、近年大型工場も増え、ニーズは多様化していますが、いずれも工場側のストック能力が低く、急峻な地形の県内では山戸場でのストックもできず、当面は原木市場の在庫機能に頼る必要があり、原木市場の販売方法の多様化により対応することとしました。具体的には、小規模工場に向け一売りを行います。そのため、一売り業務の効率化や、より広域からの入札により価格形成機能の向上を行います。大型工場向けには契約販売を行います。これに対応するための検知能力の効率化と、営業管理部門での情報管理共有体制を構築することとしました。また、山戸場から直送するための検知システムの導入や、生産者との情報共有機能の導入も検討しました。これが今回構築しようとする原木情報共有システムの概要で、4つのシステムの総称です。1、原木市場管理システムは、原木市場の業務の管理を行い、効率的な市場運用を図り、ウェブ入札が可能となります。素材生産者、コーディネーター、製材所と各々の間で情報を共有します。2、受発注管理システムは、製材所からの発注情報をコーディネーターと共有し、生産情報により受注量、納期等を決定します。契約量の多い相対販売に利用します。3、生産情報システムは、プラン書等から生産量を予測し、生産計画から出材までの情報を生産者とコーディネーターとの間で共有します。4、直送支援システムは、3D カメラで高精度の研修ができる機能を開発し、山戸場等での研修の効率化を図ります。生産者、コーディネーター、製材所間で情報共有し、直送体制の可能性を求めます。これらのシステムにより、素材生産者、原木市場、製材工場間をネットワークで結びます。この中心となるのがコーディネーターで、地域における原木流通の司令塔です。地域における林業団体や原木市場自体がその役割を担うことが期待されます。モデル地域の久万高原町では、地域商社を立ち上げ運営にあたる計画になっています。このうち令和2年度に開発したシステムの概要です。1、原木市場管理システムは、原木市場で行われる一連の流れに沿ったシステムです。在入荷時の受け入れ管理から、スマートフォンによる研修での野鳥入力と範囲の管理を行い、この結果をウェブ入札に使用することができます。受発注管理システムは、
主に契約量の多い相対販売に利用します。企画入力でコーディネーターと製材所で企画を決定、発注入力で製材所は発注数量を登録、受発注一覧でコーディネーターが製材所の発注を確認し、受注入力で生産情報をもとに受注可能数量を登録します。登録した情報は製材所でも確認することができます。令和2年度にはこれまで手研修を行っていた原木市場において、スマートフォンによる野鳥入力システムの導入実証をしました。研修野鳥としてスマートフォンに直接入力、自動転送で結果入力ができるようになり、作業時間の短縮により立方あたり9円のコスト低減が図れるという結果を得ました。今後は継続的に利用することで操作になれることや、各市場のやり方に合った研修ソフトのカスタマイズの必要があります。今年度、熊高原町内の民間市場においてウェブ入札を実施しました。期待する効果として、有料材の販路拡大、原木価格の上昇、業務ミスの低減、位置の効率化、昨今ではコロナ感染対策などです。今回は通常の入札とウェブ入札とを併用して実施しましたが、準備した12杯のうち半数の6杯がウェブ入札による落札で、通常の入札金額と大きな隔たりはないことが確認できました。市場関係者からは、効率的な市売り業務に期待が持てるが、問題点としてパソコンやスマホの扱いに不慣れな買い方の方への対応と既存システムからの移行が挙げられました。ウェブ入札に参加した買い方の方からは、現場に行かなくても材が確認でき、システムの取り扱いも特に問題ない、買い方間において駆け引きのない公正な価格決定が期待できるという意見がある一方、現場での落札金額と状況判断ができず、購入予定量の調整が難しい等の意見もありました。今後、ウェブ入札定着のためには、ウェブ入札専用の杯を段階的に増やしていくなど、開催方法の工夫、すべての買い方が参加できる方法を検討し、買い方離れを防ぐ、現在の市場の既存システムからの切り替え方法と導入時期の検討などが課題です。令和3年度におけるシステム開発として、最適な伐採・増材方法を決定する生産情報システムの開発を行いました。これは県の木材増産システムや森林組合が保有するプラン書をもとに、伐採予定の搬出材について製材需要や原木の市況の情報をもとに、コーディネーターと素材生産者が協議の上、増材方法を決定、情報を共有します。実証として今年度搬出間伐予定地において、森林組合のプラン書により増材シミュレーションを行い、収益予想金額を算定、その後実際の収益と比較します。このような実証により、利用しやすく精度の高いシステムを目指しています。山土場や中間土場で灰積みされた材に対し、 3D カメラのデプスカメラを利用した検証システムを開発中です。デプスカメラは左右のステレオカメラで撮影することにより、3D データを生成するもので、撮影距離は 0.4 から5メートルに対応し、山土場などで小口が揃っておらず、撮影スペースが狭い条件下での検知が期待できます。実証は大規模製材工場や直送を行っている森林組合の中間土場などで行っています。これまでの例では、解析段階での誤認識が散見され、現在改良中です。現場が求める精度に応じた結果が得られるように改良を重ねることが課題です。この課題をクリアすることで、研修業務の効率化による大幅な省力化が期待されます。このように開発したシステムを通じて、愛媛県臨済業振興会議が主体となり、愛媛県と連携を取りながら
製材業者等が要望する材を効率的に市場に供給できるスマート林業の推進体制づくりを行うことにしています。当会議ではこうした取り組みの一環としてシステムの実証で得られた運用成果の説明会等を行うことにより、それぞれの地域や市場に応じたカスタマイズを加えながら、利用可能なパーツから点的にシステムの利用拡大の展開をして、県下全体への普及浸透を図る予定としています。